皆さんこんにちは。ぜひこの動画を、シェア拡散していただければ嬉しいです。先日同性愛は依存症であったりとかLGBT の自殺は本人のせいだみたいな、本当にびっくりするぐらいな差別的なねその冊子というかが配られて、でそれがすごく大きなニュースになってると思うんですけれども、来週の7月4日に自民党の本部前でスタンド・フォー LGBTQ ライフって言って声を上げようっていうイベントがあるらしくて、それを見つけたんですよ。自分の声というかやっぱ声上げに行こうと思っていて、来週東京に行きます。地方に住んでたりとか、あとやっぱり自分自身が当事者としてやっぱり人の前に出るってやっぱり怖い人とか、それこそ若い世代の人とかたくさんいると思うの。行きたくても行けない人、声届けたくても届けられない人って、だからなんか自分自身 YouTube を通してできることないかなってすごく思っていて、このねレインボーフラッグをLGBTQ のシンボルのねこのレインボーフラッグを持っていこうと思ってて、でその行きたいけどなかなか行けない人とかのそのメッセージをね、ここにこうやって僕が代筆にはなると思うんだけど、ここにみんなのからメッセージをもらったやつをここに書いて参加しようと思ってます。Twitter の DM でもインスタの DM でも何でもいいや、自分の声届けたいとかこんなこと発信したいと思ってる方は DM でもう名前も別に入れても入れなくてもどっちでもいいです。もうメッセージ書いてもらってぜひ送ってください。でそのメッセージを持ってみんなの声と一緒に、自分の声も含めて声上げて届けてきます。あとはその動画でぜひもう当事者だけじゃなくてあらゆるみんなもそうだけれども、何でもいい、なんかメッセージをください。みんなの動画をまとめて一本の動画をなんか作れたらなと思っていて、で自分自身がやっぱりYouTube としてできることなんだろうと思ってて、自分の声を届けるのもそうだけれども、声を上げたいけどなかなかその声を届けることができない当事者とかってたくさんいると思うわけだから、そのあらゆる人たちも含めてぜひ動画も一緒に送ってください。でもう DM でメッセージでもいいし、携帯でも何でもいいです。もう横でも縦でも画面全然どんだけでもいいので、思いとかもう顔を出しても出さなくてもどっちでもいいです。ぜひなんかメッセージ送ってくれたら嬉しいです。ご協力というかよろしくお願いします。